言うか、こっちは異常なしだ。特に、怪しい感じもしない。確かに人の出入りはあろう。だが、まだ我々のことに気づいてはないと思う。そうなのね。バレてはならないわ。ただでさえ不法侵入と同じようなことをしているもの。見つかりもしたら、速攻に牢屋にぶち込まれるわ。とにかく小石やアリスたちを探しましょ。ここは国の王立図書館らしい場所みたいよ。本がたくさん。ああ、パチュリーが好きそうなくらい本があるぜ。しかし言うか、まさかこのような場所に来て、スパイのように入念な作戦を立てることになるとは思わなかったよな。最初こそはここがどこかわからないから、そこらにいる住人に話を聞いたのだが、まさかの他国の敵だの、わけのわからんことを述べてきよった。何も怪しい風貌などしとらんのにな。まあ、私はともかくマリサはいかにも魔法使いって感じだから、疑いの眼を向けられたんじゃないのかしら。だとしたら、それは厳しすぎるぜ。全然何も怪しくないんだし。確かに魔法を操るし、そういう見た目はしとる。でも不法侵入みたいだから、余計なのかもしれんぞ。とまあ、こうして身を隠せそうな場所に避難できたわけだ。で、言うか。この図書館ならこの国のことを知ることができそうじゃね？そうだね。ここに並んでいる本を読んでみましょうか。まずこの国は、ライマイク共和国、という国みたいよ。とても大きな国みたい。ライマイク共和国にはエルデ城をはじめ、王立図書館や市場、おしゃれなカフェに商業施設などが揃い、また闘技場が有名であるそう。この国に住んでいる人口も多く、その中には魔法を扱える者もいれば、企業、錬金術などなど様々な職業も発達し、高度であるらしいの。そして、その錬金術師が、マリサ、足跡が聞こえる。一旦、隠れましょ。マジか。続きが気になるが。だがしかし、隠れることができるのか、これ絶対、バレるかもしれねえぜ。仕方がないでしょ。隠れられるような場所じゃないんだし。それはそう？目の前まで来たわ。一体誰かしら？ミメニス。ここですよ、ここ。ほら、たくさんの資料ばかり。ここならば師匠様の求めるような本がどっさりあります。確かに。さすがは王立図書館ね。私たちの知りたい情報はここで全部完結できちゃいそうだわ。じゃあ、探しましょうか。師匠様はライマイク共和国とイルマ伝承についての本を持ってくるように言いましたよね。この辺のコーナーにあるんじゃないかしら。何気に王立図書館を利用することがないからどこにどんな本があるのかわかりにくいけど、礼儀正しくカテゴリー分けされているわ。じゃあここら辺ですね。どちらが先に見つけられるか、勝負しましょう。なんであんたと勝負するのよ。私が先に見つけるわよ。まったくもう。ねえ、この人たちって、どこかで会ったことあるような。ああ、会っている。ミローとミネリスだ。こいつらがいるってことは以前言ったあの花畑と同じ場所にあるのか。先に見つけるのはこの私ですからね。ほら、この辺に。で、ない。ミネリス、秘宝です。私たちが求めているであろう資料がありません。嘘でしょ。ちゃんとくまなく確認したのかしら。しました。でも見当たらないんですよー。どうしましょう。ねえ、今日は祭事の日ですよね。そうだけど、ちょっと落ち着きなさいよ。多分誰かが借りたのかもしれないわ。国民も使う王立図書館だし、ありえる話よ。そりゃそうですけど、資料がないと師匠様になんて報告すればいいのかと。それは一緒に考えるから、ここでパニックになっても仕方がないんじゃないのかしら。なあ、言うか。二人が探している本っていうのはこれのことか？ああ、そうね。たまたま私たちが調べようとしていたものが一致していたみたいよ。でもミローとミネリスはもう知り合いじゃないの。
怪しまれることもないと思うし、むしろこの国のことを教えてもらえるわ。そうだな。じゃあ、二人にこれを渡そう。おい、ミロウとミネリスよ。久しぶりだな。私だ、マリサだ。あなたは、偉人のスナーバーグで、まさか、この場所で再会できるなんて、驚きなぁ。マリサというかだったけ、元気にしていたかしら。私だけは元気よ。ああ、元気にしていたぜ。ところでお前らは本を探しているようだな。そうなのよ。その本がないと困るんだわ。だからといって、インターネットなんて便利なもので頼るわけにはいかないの。ここのコーナーに2つの本があるということを知り、借りようとしていたんですが、見当たりません。きっと何かさんが借りていった可能性があります。ぬっふ、これのことかな？それです、俺。その二つだわ。っていうかなんであなたたちが持っているのかしら。その二つがあればいいのよ。実は、このライマイク共和国っていう国がわからなくて。私たち、情報を知るためにこちらの図書館で調べていたの。それがまさかあなたたちと被るとは。全然、譲るわ。でも一つお願いしたいことがあるの。私たちを案内してくれー。もうさ、左も右もわからんし、広い、広い、城下町を全部回りきれんのだ。それによくわからないが、住民たちは私らを不審者を見るかのような目つきで睨んでくるんだ。これは私らがスパイだと思われとるんかもしれん。スパイって。まあ確かによその国から来るなら怪しくなっちゃうかもしれないわね。全然、私たちが案内するわ。あとそれと今日ね、イベントというかお祭りが行われるんだ。エルデジョーの企画でね。よかったら、お二人もどうかしら。ほう、イベントか。でもなぁ、イベント参加したいのは山々なんだが、私らは探しているんだよ。まあそう言わずに参加くださいよー。お祭りは食べるものがたくさん出ます。もう、私は待ちきれません。あんたは食べることになるとそうなるんだから。どうかしら。せっかく再会したし、この国についてもご案内するわ。お祭りはすごいものなのよ。気持ちはわかるぜ。だが、小石たちと合流せねばならん。もし合流できたら、戻ってくるから、そういうことで。迷える子羊さん、物猫こそりなさいー。は？参加しないと破損しますよー。一年に一度のお祭りはすごいものですから。ハイス市長、どうしてこきなへ。あら、ミロウさんとミネリスさんがいるなんて、いよいよ祭事の始まりですが、まだ時間に猶予があります。そこでこちらの王立図書館に来ました。もしかして先に確保してくれましたか。えへへ、エルマ族の血が分かち合う。連動し、それですそれ。おやおや、そちらにいるのら見たこともないシンガオさん。お二人の知り合いでしょうか。私はハイスと申します。錬金術師やってます。お前がハイスか。私はキリサメマリサだ。で、こっちにいるのが風見優香ってやつで。ハイス、よろしくね。それでね、私たち、いろいろなことがあって、このライマイク共和国にやってきたんだけど。なるほどなるほど。お話は全部わかりました。まごうことなき、お二人さんが行方を知れぬ仲間を求めにこの国へ参られたと。そこで今から探しに行こうと思ったわけですね。しかし、お祭りを見逃すなど、国民にあってはならないですよー。どうですか？ミロウさんもミネリスさんも押しましたよね。それでお祭りをガン無視して、仲間を最優先。あれありえないんですよね、それが。顔が近いってば、わあったよ。参加してやるから、ぐいぐい来るんじゃない。えへへ、言ってみるもんでしたね。いやー、参加確定。というわけで、早速お祭り会場まで案内しましょう。さすがは師匠。今ので強引のねだり勧誘攻撃でマリサたちを誘ったわ。
でも私たちには真似できない。さすがは市長、そこに憧れる。ひびねなのえ。とほほ、ハイスのやつの勧誘により祭りとやらに参加せねばならんのか。あんまり寄り道している場合ではないんだけどな。まあ、いいんじゃないのかしら。私もはっきり言って、どんなのか気になってるの。もしかしたら、小石たちも会場にいるんじゃないかしら。うむ。その可能性にかけてみよう。って、なんだ急に地面が抜け落ちていくー。マリサ、マリサー。ぐわー、死ぬー。誰かー、言うかー。ここはどこだ。またしても変なところに飛ばされるなんて。ますます一人で、孤独で、ぼっちになるなんて嫌だー。でもよ、なんだろ。変なところに落とされてきた割にはすげー、ロマンチックなところだな。あー、なんて言い表せばいいのだろう。水族館のアクアリウムみてぇな感じだな。この世界観に見とれてしまいましたか。まあ、わからなくはないですね。へ？この世界は宝石のように美しいのですから、世界中のコレクターをわしづかみにしていいくらい。そんな私もそのうちの一人なんです。なぬ、お前もコレクターなのか。実は私もコレクター精神抜群でよ。奇妙なものを集めているんだ。そうなのですか。いいじゃないですか。趣味が分かち合えば会話も楽しくなる、と言いますからねー。ああ、そうだ。でもお前は私以上にすげえもんをコレクションにしとるではないか。羨ましいよ。こんな宝石で囲まれた生活なんて。羨ましいでしょう。ですが、あなたも世界に一つしかないものをお持ちのようですね。世界で一つだと？そんなものは持っていないんだが。あなたの服につけているワッペンですよ。世界中どこを探しても、きっと見つからないでしょう。ああ、これのことか。いいだろう。私はボランティア活動しておってな、ボランボランしている証拠を示すバッジみてえなもんだ。確かにこいつはお店で買えないようなものだ。取引しましょうか。そちらのワッペンとこちらの竜宮城の使いを交換しましょう。は？いやいや待て。これはな、非売品だ。いくら趣味が合うやつであっても譲渡するわけがなかろう。あらら、私は言いましたよね。コレクターだと。コレクターですから、物珍しいものには目がないんですよ。うわぁ、何しやがるんだよ。痛い目に遭いたくなければ譲るんですよ。ほら、コレクター仲間なのに、潔く渡さないなんてありえないと思いますが。コレクターだろうがオタクだろうが、自分の宝は何があっても渡せないんだぞ。もういいや、出口を探さなくては。出口？そんなものありませんよ。さあ、渡しなさい。いい加減に。うわぁ、だからそれやめろってー。え、あれ？依頼人なのか？電池がお前の方向に向かってるぜ。え、そんなわずは。あばば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 ば。そんな、私はそのワッペンを取り返そうとしただけなのに。違う、これは私のワッペンだぞ。まったく、コレクターだろうが人から奪い取ろうなど、インチキなんだぞ。ま、待ちなさい。まだ公正なる取引は終わってないわよー。アリス、到着したわよ。ここがエルデ城の中庭ですか。あそこに見えているのはお城の正面入り口でしょうか。ええー、あともう少しすればイベントが始まるわ。ジェバロドン的にはエルデ様に挨拶させたいけど、せわしいかもしれない。だからアリス、ジェバロドンフレンズとして今からジェバロドンがツアーを開催するわ。これでライマイク共和国を知ることができるわね。プンプン、ジェバロドンちゃんだけずるい、マリーも案内するもん。アリスちゃん、マリーたちがエスコートするから、最後まで楽しんでいってよね。えへへ、皆さんありがとうございます。そうですね。お祭り、どんなものでしょうか。それはジェバロドンが直々にネタバレしたいというところけど、次回のお楽しみよ。さあ、まずは魅力を伝えるところから、